はい、こんにちは。今回のテーマは受信数と二進数です。今回の内容ってすごく重要で、受信数から二進数に変換したりとか、あるいはその逆ですね、この変換が必要な場面がすごくたくさんあるんですね。なので試験にも出やすい、でも苦手な人が多いっていう内容です。そんな人たちに見てほしいのが今回の動画ですね。この変換の仕方としてよく説明されているのがこの解き方なんですけど、これなんでこうなるのかっていうのが分かっていればこの解き方でも全然いいんですが、僕はあえて違う解き方をおすすめしたいと思います。そんなわけで今回のゴールは2つ。1つ目は受信数や二進数とは何か、これを基本から理解することと、2つ目はそれぞれの変換の計算を確実にちゃんと納得してできるようになるということです。それでは早速解説に入りましょう。まず最初は、そんなこと知ってるよって話だと思うんですけど、確認として聞いてください。僕たちが普段使っている数というのはこの表のように0から9まで10種類の数字を使って数の大きさを表現しますよね。そして9の次10になると桁が1つ進んで10、これで10という書き方になります。このように数字が増えていって10になると桁が次に進む数のことを受信数と言います。10になると桁が進む数なので受信数というわけですね。そして受信数の365、これはどういう意味を持った数字かというと、3は100の位、6が10の位、5は1の位なので、それぞれ分解すると100が3個あって、10が6個あって、1が5個あるというふうに分解することができます。そしてこの式は次のように書き換えることができます。何かの数字を0乗したら1になるので、10の0乗が5個足す10の1乗が6個足す10の2乗、つまり100が3個あるというように考えることもできます。つまり受信数は10になると桁が進む数なので、1の位から桁が1つ上がるとその数字の重みが10倍になって、さらに桁が上がるとその数字の重みがまた10倍になるという数字になっているわけですね。このように0から9までの数字を使って数の大きさを表現する表記方法を受信法と言って、桁上がりの基準となる数、今回10ですね、この基準の数のことを奇数と言います。というわけでここまで説明してきた普段使っている数字では0から9までの数字を使うことができるんですが、コンピューターの中では0と1だけで全てのデータを表現しているんでしたよね。ではコンピューターの中ではどうやって数字を表現しているかというと、0と1だけなのでこの次の数字でもう桁上がりが起こります。次は一番下の桁が1増えるので11ですね。そうするとここも増やせないので、次はさらに桁がもう一つ増えるので100になります。このように数字を増やしていくと、0と1だけで数値を表現しようとするともう2になるタイミングで桁上がりが起こるんですね。このように2になると桁が次に進む数のことを二進数と言います。例えばこの表の中で9に注目してみましょうか。受信数の9は二進数では1001と表現することができます。さっきの受信数の365はそれぞれ10の0乗の重み、10の1乗の重み、10の2乗の重みがありましたね。この1001という数字も同じです。ただし二進数なので重みの大きさが変わります。右から2の0乗、2の1乗、2の2乗、2の3乗の重みがあるという意味合いになります。この1001というのはこのそれぞれの重みに掛け算する値としてここに入る数値ということになりますね。2の3乗が8、2の0乗が1なので8足す1で足したら9になるということもわかります。ちなみにこの括弧の数字が各桁の重みですね。この重みというキーワードもぜひ頭に入れておきましょう。というわけで受信数の9というのは二進数の1001ということがわかりました。例えばパソコンのキーボードで9と入力すると中身では1001として扱われているイメージですね。そしてこの波線の部分は書き方の問題なんですが、このように1001という数字だけを見るとこれ二進数の1001なのか、それとも受信数の1001なのか、見た目だと判断できないわけですね。なのでこれは二進数の1001ですよというのを表現するためにこのような書き方があります。何進数なのかを右下の括弧付きで記述するという書き方ですね。この書き方で10進数の9を表現するとこうなります。このあたりは少しずつ慣れていくようにしていってください。ではここまでの内容を踏まえてよくテストで出てくる問題ですね。二進数を十進数に変換するとどうなるのか、それから十進数を二進数に変換するとどうなるのか、この問題の解き方を解説します。
まず1問目は2進数の110010、これを10進数に変換するとどうなりますかという問題ですね。考え方としてすごく重要な式はこれです。この式の意味合いは2進数のそれぞれの桁に対して各桁の重みを掛け算してその値を足していってあげれば10進数の値になるという意味合いの式なんですね。なのでこの式の右側の計算をしてあげると10進数に変換することができます。まずはこのような式を書きます。かける2の前の数字は元の2進数の各桁の数字だと思ってください。110010としています。そして今かける2だけを書いていますが、これ左に行くにつれて何とか乗の数字が一つずつ大きくなっていくので右から012と書き加えていきます。そしたら次は2の何とか乗のところを計算してあげます。はい、かける0のところはどうせ0なのでここには書いていません。ここまで来たらあとは足し算するだけですね。はい、ということで2進数の110010を10進数に変換すると50になります。ということでこれが基本的な解き方なんですが、この解き方に慣れたらもう理屈は理解できると思うので僕だったらこう解いちゃいます。この問題文の110010のところにもう重みを書いちゃうんですね。どうやるかというと一番右の重みは2の0乗で1、そしてここの重みはかける2して2ですね。そしてここの重みは4、次は8なのでここの重みは16になります。最後ここの重みはまた2かけて32ですね。こんな感じでメモをしたらあとはこの数字を足すだけ、そうすると50になるというように求めちゃうと早いですね。そして2番、10進数の150を2進数に変換するとどうなるでしょうかという問題です。これ多いのがこの解き方ですよね。このように150を2で割って結果の75とその余りを横に書くと、これをずっと続けていくわけですね。このように計算したら最後余りの部分を下から上に向かって読んでいくんですね。そうすると10010110、これが2進数に変換した時の答えだというような解き方がどの教科書でも説明されています。ただこれなんでこれで変換できるのかっていうのが分かってればいいんですが、やり方を暗記しているだけだと例えば試験で解いた時にこれ下から上だっけとか上から下だっけとか忘れちゃったりするんですよね。なのでここでは違う解き方を紹介したいと思います。どういう解き方かというと、さっきと同じでこの計算式を使って解く考え方ですね。例えばこの問題の150の場合はまずこのような計算式を立てます。上の問題ではこの計算式を右から左に計算するイメージでしたが、今回は10進数から2進数を求めるので左から右を計算するようなイメージですね。なので150イコール各桁の重みのところだけ先に書いていきます。そしたら次は各桁の重みを計算していきます。この青文字の部分をメモ書きしていくイメージですね。そうしたら各桁の重みがそれぞれ1個なのかそれとも0なのかというのを大きい数字から順に埋めていきます。まず150の中に128は含まれるかどうかというと1つ含まれますよね。なのでここは1です。そうしたらここで128を足し算しているので、この後の部分で残りの22を表現するというふうに考えます。この時残りの22の中に64、それから32、これは両方とも含まれていないので、こことここは両方とも0です。そして22の中に16は1個含まれているので、ここは1となります。残りは22から16を引いた6ですね。そしてこの後8と4と2と1、これを足して6を表現するにはどうするかというと4と2を足せば6になるということがわかるので0110となります。というわけで150を2進数に変換すると10010110となることがわかります。念のためさっきの解き方と確認してみると10010110なので同じ結果になってますね。これ最初のうちは大変なように感じるかもしれませんが、慣れてくるとこの解き方と同じくらいのスピードで解けるようになります。なのでぜひこの解き方も試してみてください。この解き方で一つポイントになるのがここの数字ですね。このスタートのところを何乗からスタートするのかということで、今回僕は2の7乗からスタートしたんですが、なんで2の7乗からスタートしたのかというと、この2つの数値を覚えていたからです。今回は2の8乗イコール256、この数字ですね。150は256よりも少ないのでここに2の8乗が来てもここは0になるというのが分かったので、この半分の2の7乗からスタートしました。これはどこからスタートすればいいのかというのは、この重みを計算していけば
分かるといえば分かるんですけれども、この2つの数字というのはこれからいろんな場面で出てくる式なので、少しずつ覚えていこうっていう意識を持っておけるといいのかなと思います。というわけで、10進数と2進数の変換方法ですね、いろんな場面で出てくる計算式なので、ぜひ理解をして解けるようになっておいてください。それでは最後に、今回の内容の確認問題を作ってあるので、ぜひチャレンジをしてみましょう。はい、それでは解説いきましょう。今回は数値をデジタル化するとどうなるかという話でしたね。まず1番、普段僕たちが使っている数値は0から9を用いた1、10進数で表現されていますが、コンピューターでは0と1のみを使った2進数が使われています。そして次の2番、この2進数では1桁上がるごとに各桁の3、これ重みです。重みが4、2倍になっていくということでしたね。10進数では桁の重みが1、10、100と大きくなっていくのに対して、2進数では1、2、4、8というふうに各桁の重みはどんどん2倍になっていきます。続いて3番の2進数の10010110を10進数に変換しよう、それから次の4番、10進数の50を2進数に変換しようという、それぞれの変換の問題ですね。これ答え言っちゃうと、3番の方が150で、4番が110010です。これ計算してて気づいたかもしれませんが、さっきホワイトボードで出した2つのクイズ、これを逆に変換する問題だったんですね。これ間違えちゃったって人は、さっきのホワイトボードの計算式を確認して、どの部分が間違っていたのかというのを確認してみてください。ということで、今回は数値のデジタル化ということで、10進数と2進数の話をしました。今回この2つの表現方法を説明したんですが、実はもう1つ知っておきたい表現方法として16進数というものがあります。次回は16進数とは何かや分かりやすい変換方法を解説するので、ぜひ楽しみにしていてください。それではまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。